実は私、ある病気をこじらせています。こんにちは、ももかです。はい、ということでちょっと今日声が枯れていますけども許してくださいということで、はい、まあ、サムネとタイトルを見てちょっとねびっくりした方もいるんじゃないでしょうか。まあ、今回ね私実はある病気をこじらせていますという感じでちょっと始まったんですけど、その病気というのはですね、まあ、先に言ってしまいますけどもジンマシンでございます。はい、ということでまあね、なんだよっていうね、ちょっとごめんなさい、ちょっとねあの騙した感じになっちゃったんですけど、まあ一応病気っちゃ病気、病名なので、で私結構ねあの肌がデリケートなタイプでして、すごいよくね皮膚科にお世話になってるんですけど、以前ニキビの治療でも皮膚科にお世話になっていて、その時もね結構ニキビをこじらせていまして、でいろいろ自己流でケアとかもしてたんですけども全然治らなくって、結局皮膚科に行って治療してもらって良くなってったっていうねストーリーがあって、もし私と同じようにニキビに悩んでる方がいたら、治療の様子とかこのスキンケアの様子をまとめた動画があるので、そちらをちょっと概要欄にリンク貼っておきますので見てほしいです。その時はもう本当に一番肌荒れ、顔の肌荒れがやばい時期で、その全体的にいつも顔がもう真っ赤になっちゃって、乾燥しまくっちゃってもう顔パリパリみたいな、お風呂上がった瞬間からもう顔が動かせないぐらいパリパリみたいな、で何の化粧水使っても全部染みちゃって真っ赤になるしみたいな、なんならこういうなんか斑点みたいなのができちゃうみたいな、オレンジのっていう、結構なんかめちゃ荒れちゃってて、ニキビもそれもちろんだし、でまあそのまあそれでどうやって治ったかはその動画を見たらわかると思うんですけど、今回はその顔っていうよりかはその背中なんですよね。私なんか背中がジンマシンやばくって、でそのニキビのさっき言った動画の中でも一応背中もやばくて、まあ、背中を見せに行ったついでにニキビもやりましたみたいな感じの話をしてたんですけど、今回はまじ背中がやばくて、なんか前回ちょっと赤くなって病院行って収まったと思ったら、今回ジンマシンで、あの前回ニキビの薬をもらったところと同じね皮膚科に行ったんですけど、すごく丁寧にいろいろ説明してもらって今治療してだいぶ良くなってきました。ちなみにその私が一番やばかった背中のジンマシンの写真、一応閲覧注意かもしれないんですけど、どうぞ。はい、もうね人生で一番背中が赤くなりましたね。以前からちょっとルーティーンとかでちょくちょく話してたかもしれないんですけど、なんかお風呂上がってなんか熱を持ってる時、体が熱を持ってる時にすごい背中が痒くなっちゃって、もうなんか本当に痒いみたいな感じで、冷たい水を浴びさせても痒いみたいな、もう痒いちゃうみたいな。最初はお風呂出た時だけが痒かったんですけど、もうどん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 もう常に痒い感じになっちゃって、なんなら本当もうなんかアトピーみたいにちょっと皮が硬くなっちゃってるところとかもあったんですね、痒すぎて。本当やばい時はここら辺と、あと背中のここら辺がもうガサガサで、触ってもうなんか鱗みたいな。一回最初にねそのニキビの前診断してもらった場所じゃないところにちょっと行ったんですけど、なんか高校入ったばっかぐらいだったから、なんかまあストレス性だね、まあ、環境にも慣れてないからねみたいな雰囲気で濁されて終わり、なんか10日分ぐらいの飲み薬を出されて、まあ、飲んでる時はまあ若干落ち着いてたけど、やっぱガサガサ感とかは治らず、まあなんとなく少しは収まった気がしたんですけど、なんかやっぱり治らなくって、で結局いつもの皮膚科に戻して行ったんですね、まあ、そしたらなんかまあとりあえずまあジンマシンつって、結構やっぱひどくなっちゃってるジンマシンって言われて、結構こじらせちゃってるジンマシンだから飲み薬10日じゃ治らないよって言われて、このね冊子をもらってすごい丁寧に説明してもらったんですけど、簡単に言うとジンマシンってその一時的にこう痒みが出るのと、慢性って言ってもずっと痒いみたいなの2種類があって、どちらも何かのきっかけでコロッとスイッチが入って始まるらしいんですね。私のこの背中の状態はこじらせちゃってるので、もうスイッチがずっとオンの状態で下げれてないらしいんですね。だからもうちょっとの刺激にも敏感になってる状態ですぐ痒くなっちゃうらしいんですけど、でなんか人によってジンマシンのスイッチ入るきっかけが違うらしくって、例えば風邪薬や痛み止めを飲んでジンマシンが出るとか、あとまあ引っかいちゃったところだったり、体温が温まると症状出たりとか、まあそういういろんな種類があるらしくって、うちはもうまさにこの運動や入浴後など体が温まると症状が出るっていうのにマジでぴったり当てはまってて、だからこれだなってなってね、その時にうちびっくりしたのが、もう本当にこういうのってもうスイッチが入る原因のものを一回全部やめて、もうスイッチをオフにしようと言われまして、なんかもう体が温まる系のものはもうやめましょうみたいな感じの言われて、で
おおおみたいな。で、まあ、もちろんお風呂は熱いのじゃなくてぬるい感じ、ぬるま湯に、まあ、使んない方がいいみたいな感じだったから、ちょ最近はあんま使ってないんですね。で、なんならラーメンとかあったかい食べ物があんま食べない方がいいみたいに言われて、みたいな、マジみたいなさ感じで、私ワンちゃんこれ持久走とかジンマシンが出ちゃってドクターストップ出てるんで走れないですって、走って汗かいちゃうと出ちゃうのでって言ったらワンチャンあるじゃないですか。とにかくもうね、極力熱が上がらないように気をつけてくださいと言われまして、最近はちょっと気を使っております。まあ、それがもし一生だったらやってらんねえよって感じなんですけど、一生じゃなくってなんかスイッチが下がるまでなので、まあちょっと、まあ結構最近落ち着いてきたので、あともう少しかなっていう感じはありますね。で、そこで私は飲み薬と塗り薬の2種類を渡されまして、もらった飲み薬がこちら、このレボセチリジン。この薬がめっちゃ大切らしくって、だからもうこれはもうずっと毎日飲めと、1日たりとも逃さず飲んでくださいって、この薬がない状況にはしない、もうなくなりそうならもうもらいに来てくださいみたいな感じで毎日飲んでるんですけど、もうなんか3ヶ月間ぐらいはずっと飲んでほしいって言われましたね。次に塗り薬が、ちょっとこれ字がちょっと落ちてきちゃったんですけど、まず一つ目がレスタミン硬和クリーム、まあ保湿が強めのクリームと、こっちデキサメタゾンプロピオンかなのこのクリームで、こっちを最初に塗ってこっちを後に塗るっていうやつで、こっちはかゆみに対して塗るっていう感じですね。この3つを処方されましたね。私はもうこれがなきゃ生きていけないぐらいの体になってしまって、なんかもうちょっとでも塗らないともうすぐカサカサになっちゃうみたいな感じで、ちゃんと塗ってます。で、これすごいのがね、この薬飲んだらもう毎日お風呂上がりかゆすぎて、もうストレスでも悩まされてた日々があったんですけど、これを使って2日目ぐらいでもうね、一切かゆみがなくなったの。赤みもない、かゆさもない、へーみたいな。やっぱお湯つからなかったっていうのもでかいのかもしれないんだけど、本当に効果がありすぎてちょっとびっくりしちゃって、でなんかとりあえず試しに2週間だけ使ってみましょうって言われて使って、でその後2週間使ったら事後報告しに行くみたいな感じで行って、どうですか、かゆみはどうですか、全くないです、本当にすごい全くないですって言いに行って、マジでねこれはすごいなって思いました。で、また次の症状によって薬を変えて調合してくれるらしいんですけど、もう本当に4日目ぐらいでもう何ももうか前までのカサカサもないし、赤みもないし、前までの背中はどこ行ったみたいな感じで、マジでびっくりでした。でも私もこれから暖かくなってこういう肩出しとかしたいなとか思ってたのに、もう背中のこのカサカサの感じとか見えたらマジはずいなとか思ってたんで、マジで本当に治ってよかったなって感じです、うん。一応この辺もこんな感じで、もともとめっちゃカサカサだったんですけど、何もなく背中もこんな感じでだいぶね良くなってますね。もう何はともあれ痒すぎるのがほんとストレスで、なんかもうストレス性のジンマシンとか言ってたけど、そのジンマシンがストレスなんだわってね。で、これ大事なのが、ジンマシンとかでちょっと悩んでる方は、ジンマシンって結構なんか一瞬めっちゃ赤くなったけど、あれなくなったってこともあるので、もう一回やばいなって思ったらもうシャメ撮っておくこと結構大事ですね。実際そのお医者さんに見てもらうときにその写真を見せたら結構ね、あーこれジンマシンだねって分かってくれたりするので、まあ、写真は常に撮るの大事。あと何時頃、まあ、どんな時にジンマシンが起こったかっていうのもちょっと覚えておくと大事かなって思います。結構先生に時間帯とかね細かく聞かれて、いつからどれぐらいみたいな、朝なの夜なのとか結構聞かれたので大切ですね。私はでもこんな感じで多分今3週間目ぐらいかなっていう感じです。まあ、これからも完治させるまでしっかり治療していきたいと思います。チャンネル登録してね。はい、ということで今回は私桃花の、まあ、ちょっと最近こじらせているジンマシン事情をお届けしました。いかがだったでしょうか。前に動画でチロッと背中かゆいみたいな話をした時に、私もやばいんだよね最近みたいなコメントとかもあったので、ぜひね参考になったら嬉しいなと思います。もうね、何にせよ皮膚科が一番ねいいと思いますよ。ニキビにせよかゆみにせよ、本当にもうとにかくなんかおかしいなって思ったら放置せず、自己解決しないでちゃんと皮膚科に行ってみましょう。レッツ皮膚科。また何か変わりがあり次第お届けしたいと思いますので、ぜひお待ちください。それでは皆さん、バイバーイ。完全に治るまで頑張るぞ。